あれこれ始まってんのかな。始まってるわ。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月23日朝5時26分でございます。相場解説をやろうと思って準備したんですけどもね、まあライブ放送始まっちゃったんで、今日も隠居 TV 速稼塾の久保がお届けしております。今日のテーマはロスジェネで久しぶりに行こうと思いますよね。まあ私もロスジェネ世代で今人生50年を生きてるわけですけども、50年間ねこう振り返ってみると、いろんな時代の変わり目ってのを振り返ればね、その時は分かんなかったんですけども、振り返れば、あ、こういうふうに時代って変わっていってたんだなっていうふうに感じることがあります。で、そして時代は変わるんだけども、じゃあ自分はね、変えていけたのかなと。そして時代は変わるんだけども、変わらない自分も持っていけたのかなと。このバランスを、この50年を節目にね、しっかりと見据えていかないといけないかなと思います。まあ大きく、時代が変わったその転換点に自分がどうついていけたかってことを、まあ、自己反省していくとですね、まずは、学歴社会が変わったかなと思いました。幼い頃は学歴がないと勝負にならなかったと思ったんですけども、でも学歴ももちろん未だに大事ではあるんですけども、学歴がなくても勝負できるフィールドが増えたっていうことは、まあ、認めないといけないかなと思いました。で、今ね学歴がなくても、お金があったら学歴は不要になるかなと。要するに学歴っていうのは、少しでもいい大学に入って、少しでもいい就職先を得て、少しでも多くの所得を得たいという、そういうふうな発想から学歴社会っていうのは逆算してできたと思うんですよ。まあ、ですんでね、小学生の頃から学歴ってものに気づいてる人は、まずは勉強で優秀な成績を取ることを目指す。それはものすごく理にかなってると思うんですよ。そしてたくさんのことが学べると、たくさんの選択肢に気づけるし、人間関係もね円滑になるんですよね。まあ例えば人と人との関わりですけども、どういう行動をしたら人に嫌われるのか、どういう言葉を使ったら人に好かれるのかっていうのも、これも学習の結果なんですよね。だから人間関係がなかなかうまく構築できないとかね、人間不信だって言われる方の多くは、きっとどのコミュニケーション、どのタイミングで使えばよかったのかなっていうことを事前に学習しておけば、避けられるようなトラブルもあったんではないかなと思いますし、もし誰かといさかいを起こしていたとしても、そこでですね、どんな謝り方をすればいいのかとかね、どういうふうに和解すればいいのかっていうふうなネゴシエーション、交渉力を持っていれば、一回壊れた関係も修復することが可能だったりするんですよね。でも、それが思いつかなかったら、もういいやっていうふうになっちゃうんですよ。でも人間と人間の関係が完全に壊れることっていうのは、自分がそうしない限り逆になかなか起きないのかなと思うんですよ。きっとですね、人と何かが原因で喧嘩したとしても、その原因を改善することによって、喧嘩をする前よりも仲良しになる経験っていうのは、多くの方がされてるんじゃないかなと思うんですよね。まあですんで、そういうことも込みで、時代が変わった時に自分を変えていけたのか、そして時代が変わったんだけども変わらない自分を持っていられるか、このバランスについてね、ちょっとツイッターからいろいろとね、今回は私気づくところだったんで紹介したいと思います。ワンハウスさん、おはようございます。先ほどのコメントどうもありがとうございます。あやさちゃんもいつもありがとうございます。昨日も動画の方、結局あやさちゃんの動画見たっていうか聞いてしまいました。いつもね、あやさちゃんの声が聞きやすいんでね、そういう風な喋り方をした方がいいんだなって私も思いまして、ちょっとね、この先週あたりから滑舌に気をつけながら喋ってるのと、あとね、適度に沈黙を持つようにしてます。以前の私はね、ズバ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 喋り続けてきて、なんですか、倍速にしたら何言ってるのか分かんないような路列だったんですけども、ちょっとその辺をね、まあやさちゃんの動画もその他の動画も見ながら、なんか音声読み上げソフトに近いような読み方をしていこうかなと思ってるんですよね。だこれはね、あやさちゃんの声はすごく私の波長にすごく合うんでしょうね、きっとね、聞きやすいんですよね。で、いろんな動画を見る中で、中田敦彦さんとかね、それから大人の教養 TV のドンテルミー新井さんとかね、あの辺をちょっとね、ドンテルミー新井さんを目指していこうかと思うんですよね。皆さんご存知ですかね。あ、いかさんございます。今日は朝鮮戦争話していこうと思います。戦争の闇が見えてきますとか言うんですけどね、面白い喋り方が好きなんですけどね。はい、じゃあですね、今日早速テーマに行ってみようかと思います。あやさちゃん、運転しながら喋っているので沈黙があるのかもしれないです。はい。やっぱりね、運転しながら、ここはちょっと注意しないと危ないかなみたいな交差点とか、なんか信号待ちで再出発するときとか、まあ割と、言葉を
止めないといけないタイミングっていうのは結構ありますよね。私もね、あの令和セルショーみたいな運転しながら動画を撮るシリーズもあるんですけども、僕は沈黙を使う時ってあるんですよ。やっぱ喋ってると注意が散漫になる時が、まあ喋らない時よりはあるんだろうかなと私もね自己反省するところでございます。はい、じゃあ今日のロスジェノのテーマなんですけども、あの私の幼い頃なんですけどもね、あの昔ご近所付き合いって結構盛んだったんですよ。私の父や母を見ていてもご近所付き合いはすごく盛んで、あの何丁目の何々さんの今度こういうのがあるらしいよっていうのが食卓の話題としてね普通に出てましたからね。で夕食を作りすぎたらお隣さんにお裾分けしたりとかね、それからお味噌を借りに行ったりとか醤油を貸してあげたりとかって、これ結構あったんですよ本当に。サザエさんの中の出来事じゃなくてね。で私の幼い頃ですけども、裏のおじいちゃんのお家の縁側ではいつも将棋に集まる人たちがいたんですよ。でそこにいろんなにぎわいがあったんですけども、子供の私でもね、そういったところにいきなり参加して、将棋打たせてもらったり、教えてもらったりとか、あとお菓子をもらったりしたっていう関係がありましたね。うん。でも、多くの方は今、この令和の時代に感じることだと思います。私たちの世代も同じように感じると思うんですけども、でも最近は、隣に住んでる人の素性がわからないことって増えましたよね、みたいなね。確かに、まあ、都会にいても田舎にいても、お隣さんってどんな人なのかなってことがわからなかったり、でもある特定の YouTuber さんのことについては詳しかったりとかいうね、遠くの人については詳しくて親近感を持つのに、なんで10メートル先のねお家の人のことは分かんないんだろうみたいなことが起きると思うんですよ。でそういうふうに思うなら、自分でお隣さんのうちにこんにちはって関わりを持ちに行けばいい話なんですよね。で私もこの町に住み始めても6年目になりますけども、一番最初にやったのはやっぱこうご近所のまあ町内周りですよね。初対面の方ばかりだったんですけども、お菓子を持って行って、引っ越してきました、よろしくお願いします、みたいな感じで、頭を下げてですね。で、地域の自治会長さんとかのところにもご挨拶に行って、まあ、名前を売るってことですかね。まあ、そうやって、この地域のしきたりとかを、こちらから受け入れに行ったっていうことと、この地域で有名な方とかね、地域で有名な方ですよ。うん、それから、情報通の方とか、まだ、営業しているお店とかね、ちなみに昨日床屋に行ってきたんですけども、これ地域のね、床屋なんですよ。もう50年もやってるんですよね。で、大体床屋に行きながらカットしてもらうと、大体街の情報がわかるんで、その床屋がね、廃業せずにずっとやってくださってるのはありがたいなと思います。お店の親父さんってのはもうね、80前後で、後継ぎもないし、その店が終わったらもう、この地域から完全にお店が終わっちゃうんですよ。で、その店なんですけども、価格表を書いてあるんですけども、もう今はね、その価格表通りじゃなくて、もう本当にね、なんか、1000円2000円のレベルでやってますよね。だから料金とか本当なんかその場で決めるみたいな感じで。昨日も、髪を染めてカットしてもらって4500円で。4500円で領収書も私が持ってった手書きで書いてもらいました。はい。まあこういうふうなね、なんかなーなーいい感じでなーなーなのが私のこの隠居生活に合ってるかなってことでございます。はい。あやさちゃん。皆さんおはぴよ。あ、よしみさんどうもおはようございます。やまとくん遠足です。はい、そうなんですよ。楽しい一日になりますね。ありがとうございます。今日ね、遠足、非常に楽しみですね。なんか、遠足ってこんなにいいもんだったんだなと、改めて思いました。大和くん自身は遠足って意識はまだね、持ってないと思いますんで、いつものようにどっかに出かけるんだろうな、ワクワクみたいな感じだと思いますけども、出かけた先にね、普段一緒にいる、インターナショナルスクールのみんながいる、みたいな感じなのかもしれないですね。はい、きょみさんおはようございます。今日は遠足のワクワクでございます。そうなんですよ。ね、大和くんがね、ジュースを飲んだり、お菓子を食べたりして、もぐもぐもぐ、おいしいってやり始めたんですよ。面白いんですよ、それが。おいしいって 笑っちゃいますよね。やっぱ、子はかすがいですね。しげみさん、おはようございます。よろしくお願いします。あいさちゃん、土曜日、広島は晴れでしょうか？今日は晴れなんですよ。ちょっとね、夏日になるそうなんで、帽子をね、なかなか被らないんですけども、持っていこうかと思います。まあ、場合によってはね、濡れタオルで頭をたまに濡らしてあげないといけないかなって感じですかね。はい。年少さんまでは親子遠足ですよね。はい。親子遠足です。子育てをしながら思うんですけども、もう、すべてはね、大和くんから与えられる感動なんですよ。毎日ね。そう思うと、まあ、早めにね、お父さんお母さん人になった人っていうのは、まあ、それなりにね、いっぱい大変なこともあると思いますけども、この喜びを先取りしてたんだなっていうふうに私は今感じますね。まあ、いいことばっかりはないと思うんですけどもね。ただ私にとっては、まあ、子育てはいいことばっかりです。学ぶこととかね。
なんかすごく 勉強になることばっかり。なんていうのかな、私の力量が不足してたのかもしれないんですけども、私女性との付き合いがあんまりうまくいかなくって、女の人では苦労したんですよ。だから、それに比べると子育てむちゃくちゃ楽って今感じてます。成人の女性が、いろんなね、まあ、なんていうのかな、私とのやりとりが、私の力量が一重に悪かったんだと思いますけども、やっぱいろんなトラブルが起きたんですよ。それこそね、言葉が通じるのに言葉が通じないみたいな関係になっちゃってたんですよ。いろんな人とね。でも、今、大和くんって言葉は通じないんですよ、まだ。言葉は通じないんだけども、言葉が通じるっていうね。なんかそんな感じですよね。だからいつもね、思うんですけども、なんで成人女性と付き合うのはこんなに難しかったんだろう。なんか2歳3歳の男の子、えらい簡単だなとか思っちゃったりするんですよね。まあ人によってはね、子育てほど大変なものはないとか言われたりとかするし、それから子育てを苦になんかね、ノイローゼになっちゃったりすると思いますけども、まあ私はちょっとね、今思えば今奥さん一人にしたから本当に女性関係も楽だし、やっぱり浮気は良くないなと思いましたね。浮気は良くないし、浮気ができる、なんか人間でもなかったということですよ、私もね。ただ、ふらついてただけということでございます。はい。遠足はね、動物園の方に行くんですよ。あ、おかえりさんだ、どうもどうもどうも。ご無沙汰でございます。皆さん、えりこさんが来てくれました。おかえりこさん、おかえりなさいまし。はい、じゃあちょっと話を戻しますね。それでね、まあ近所にどんな人が住んでるかわからないっていうのを感じるんだったら、自分はこんな人間ですよって知らせに行けばいいんじゃないかなっていうふうに考えているんですけども、町内会の行事とか、お祭りとか子供会とかね、地域の活動も減ったことを寂しがってる人もいると思うんですよ。なんで、寂しいんだったら自分が町内会の役員になって、いろいろと企画すればいいんじゃないかなと思うんですよ。そしたらね、寂しさを感じる間もなく、忙しくもなるし、多くの人がね、いかに動いてくれないのかってこともわかります。きっとですね、自分がね、町内会長になって感じたんですけども、あいつのためにだったらやってやろうかなって思わせているのか、それともあいつが言ってんだったらもう言うこと聞いてられっかよってなるのか、それは普段の自分の付き合い方が全てだっていうふうに感じましたね。で、私の場合はあまりうまくいかなかったところも多くてですね、なんか町内会運営っていうのはまずは自分に人望がないとダメだなと。もう人がめんどくさいと思えることを朗々と楽しそうに引き受けることによって引っ張られていく人がいるなっていうところなんですよね。だ自分がいやいやね、町内会長やったりとか、めんどくさがってたら、それはね、やらされる方はもっと嫌ですよね。プラス、後を継ぎたいと思わないですよね。いやー、役員大変だよーとか言ってたら、誰も引き受けてくれないんで、役員は楽しかった。意義があった。仕事にも生きた。人間関係もすごく豊かになったよ。絶対勉強になるよ。っていう風に、プラスなイメージをずーっと発信してると、じゃあやってもいいかなっていう人が現れると思うんですよ。だからやっぱり現役で自分がやってる時に、どんな思いを込めていたのかね。例えば、今日もいろんな仕事があると思いますけども、仕事が嫌だなと思いながら働いていたら、じゃあ、それを見ていた子供たちは、仕事って嫌なものなんだろうなというふうに思って、仕事が嫌いになってね、まあ、ニートになって家の中に転がり込むみたいなことになるかもしれませんし、それから、人間関係は難しいよ、本当。なんで人間ってのはこんなめんどくさいんだよ、とかね。ずっと言ってたら、きっとそれを見ていた周りの人も、あ、この人は人間関係に対してそういうことしか思えないんだ。だったら自分もそういうの思われたくないんで、この人の縁をやめちゃおうっていうふうになっちゃうかもしれないですよね。だからどんな人にも美点があって、どんな人からも学べるし、どんな人にも敬意を向けれるなっていうような発信ばかりしてたら、じゃあそういう人と付き合っていきたいなっていうふうに思っていただける人は出てくるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。はい。ということなんでね、この世を動かしているのは世間でも、誰かでもなく、その世界のど真ん中にいる自分自身なんだっていうふうに思いながら、ロスジェネ世代はさらにね、強く生きていくのであったということでございます。じゃあちょっとね、格差社会にテーマを移していこうかと思います。コメントです。あやさちゃん。昨日の親子の会話は、給食のメニューと部活ばっかりでした。二人とも健康に育っております。グッドですね。あ、おかえりさん、遠足なんですよ。なんかね、パパママの方が、っていうかね、まあ私の方がね、一人でね、浮き出しやってますね。何度も行った、それこそ動物園なんですよ。私が幼い頃から通ってる動物園です。で、財政難でオーナーは変わりましたけども、でも動物たちの営みは変わらず、ゾウさんもいて、キリンさんもいてみたいな感じですよね。まあ、目玉になる珍しい動物はいませんけども、うん、いわゆるスタンダードな普通の動物園です。まあ、余談ですけども、その動物園に、結婚する前ね、デートに行ったんですけど、デートに行くたんびに、一緒に行く女性は変わりましたね。
なかなかうまくいかなかったんですよね。はい。吉見さん、皆様おはようございますと。キムさん、おかえりちゃん、久しぶりのおはようライブですね。ストーカーのシンパちゃんに見られてますか？あ、ストーカーさんがいらっしゃるんですか？あいさちゃん、おかえりさんも、キヨミさんも可愛いストーカーがいる。ストーカーという名のファンだということで、もう理解しておきましょうか。ノクさん、おはようございます。皆さん、今日は、たけしさん主催の体のミートアップに行きます。超楽しみ。大人の遠足。おお、確かね、佐藤隆さんのね、うん、あれ、鎧とか、ちょっとね、聞いてみてください、また。おかえりさん、久しぶりにここに来れました。はい、ありがとうございます。というところで、格差社会について話を戻していこうかと思います。なぜ年収が上がらないのか。ね。これね、年収の上がらない業種についちゃうと、年収上がらないんですよ。年収の上がらないスキルを身につけちゃうと、年収は上がらないんですよ。年収の上がらない就職先、進路、人生を選択すると、年収上がらないんですよね。じゃあその選択したのは一体誰なんだってことなんですよ。もちろん強制的にお前これをやれっていうふうにね、脅されてるなら仕方がない部分があると思いますけども、多分私たちは誰にも邪魔されずに選択を自分の中に持ってると思うんですよ。自由選択をね。その結果、年収の上がる業種とかね、年収の上がるスキルを身につけたりとか、年収の上がる職種とか進路とか人生、これを選択しているかってことなんですよね。で、選択した結果、ダメだったってのはあるんですよ、確かに。ね。外資系ファンドに行って儲けようと思ったんだけども、ちょっとクビになっちゃった、力量がなかった、みたいなこともあると思うんですよ。で、挑戦した結果、ダメならそれは仕方がないと思いますけども、そもそも、挑戦するんだけども、その業種、進路ってのは、ゴールがどこであっても年収が上がらないよってものもあるんですよね。だからそれを、まずは、事前知識として知らなければ勝負にならないのかなと思います。格差社会の入り口っていうのは、その情報量の多さ少なさと、選択の、まあ、まずさなんでしょうね。大きくはそこに原因があると思います。例えば、月収15万とか20万では、苦しい状況は一生変わんないですよ。ね、特別な能力を身につけない限りは、学歴が低いよりも学歴が高い方の方が有利なんですよね。成功するとは言わないです。有利なんですよ。確率が上がるんですよ。で、私の人生経験で申し上げると恐縮ですけども、麻雀店で10年間深夜ロードをするよりも、YouTuber として10年間放送した方が有利だってことに私は振り返って気づきましたし、やる前からそうなんじゃないかなと思って進路を変更したんですよね。で、幸いにしても結果はついてきたってことなんですよ。で、あとね、独身と結婚っていうのもありますけども、独身の楽しみ方もあります。独身を寂しいと捉えれば寂しいのかもしれませんけども、独身は、独身ながらの楽しみ方を選択し続ければずっと楽しいわけです。で、逆に結婚したらね、それは孤独が消えるのかって言ったら、結婚生活の苦しみと矛盾もあるわけですよ。私は感じてませんけどもね。うん。で、全てではないにしても、まだまだ自分で選べるんじゃないかなっていうところに立ち返れば、格差社会に対して挑戦はし続けることができるんじゃないかなというふうに思います。で、次はね、人との触れ合いについてまたお話をしていこうかと思います。おかえりさん、清美さんも綾沢ちゃんも動画見ているから久しぶりの気がしないです。まあそうですよね。そこがなんかね、YouTube のいいところですよね。清美さん、先生、小動物が触れるところですね。私とおかえりちゃんのストーカーは自宅のペットストーカーです。なるほど。綾沢ちゃん、ナノちゃんの動画が楽しみです。かわいいと。はい、ノクさん、情報力が人生を制す。うん。まあ主にはその情報力ですよね、きっと。情報化社会っていうのになりまして、情報の力がある人とない人の格差がものすごく出てきたのが、収入格差とか生活格差とかの一つじゃないかなと思います。あとね、与えられた状況をどのように解釈するかって、その解釈の力も言ってみれば情報の力なんじゃないかなと思うんですよ。これを最悪な状況として捉えることもできるけども、いやいや、これは最悪に見えて、実はね、チャンスの前のピンチなんだっていうふうに解釈することもできる。この解釈もきっと情報の力なんでしょうね。人間万事塞翁が馬みたいなね、ことわざもあったと思いますけども、自分の住んでいるところで戦争が起きたからといって、それがいいことなのか悪いことなのかっていうのは、どこを切り取って見ているかってことになるそうなんですよ。で、自分が飼っていたね、馬がいるんですけども、馬がね、全然こう走るのが速くないんですよ。で、病気がちなんですよ。だから周りの人からは、あのじいさんの馬かわいそうだよねって言われたんですよ。俺たちの馬は元気でいいよねっていうふうにね。でも、おじいさんは自分の馬を可愛がっていたんですよ。ある時戦争が起きて、町中の馬が
兵隊に取られちゃったんですよ。でもおじいちゃんが飼っていた馬は、こいつは戦争に行っても役に立たそうないから徴兵しなくていいよって言って、その馬はね、おじいさんの元に残されたんですよ。で、村中の馬が戦争に取っていかれたのに、おじいちゃんの馬だけは残っていたんで、その馬にいろんな仕事が町中から寄せられてお金持ちになっちゃったって話なんですよ。で、キミさん、大丈夫だわ、このライブの皆様、クボファミリーでもいつもつながっているわ、ありがとうございます。あやさちゃん、おかえりさん、動画見てくださりありがとうございます。ありがたいですよね、私たち視聴者すれば。ノクさん、今日は体のミートアップ、明日から京都に行きます。いいですね。この自由な暮らし、素晴らしい。ゴールデンウィーク前に行った方がいいですよ。おかえりさん、独り者は心細い時もあるけど、めちゃ気楽です。まあ、そのと、どこを見るかなんですよね。うん、だからね、独り者だから孤独ってこともないですし、じゃあ、たくさんの人に囲まれていたら寂しくないのかって言ったら、逆に寂しかったりしますよね。これをね、孤独な集団って言うんですよね。孤独な人が集まったところで孤独だってことらしいんですけど。あやさちゃん、格差は日々感じていて、一度貧乏に転落すると波以上の生活をしたいと思っても、とてもとても遠いです。うん。そこはね、確かにそうなんですよね。特に自民党ってのは、脱落した人をね、助けようなんて全然思わないんですよ。で、今回もあれでしょ？なんかこう、給付金とか出てますけども、なんかまた住民税、非課税世帯とかでしょ？住民税非課税世帯って働いてそういう人はないですからね。で、なんか物価の高騰の影響を鑑みてとか言いますけども、物価の高騰の影響を受けてるのは隅から隅まで全ての国民ですからね。だから一律給付が最も適してるのに、なんか住民税非課税世帯だけに配っちゃうとどういうことが起きるかっていうと、住民税非課税世帯ってのは生活保護とか、例えば年金をもらってるようなね、世代の人だと思うんですよ。そしたら、わーっと一生懸命働いて月収10万、15万の人には何にも来ないんですよ。で、例えば年金生活してる人に、はい、5万円とか10万円ポンと入ってきて、まあ、急いで使う必要はないじゃろうみたいな感じでね。そしたらそこに分断が生まれるんですよね、また。怒りがその制度を作った自民党とか公明党に向くんじゃなくて、お金をもらった人に対してお金がもらえない人が怒りを出していくってことで、国民内の分断が起きることになってくるんじゃないかなと思うんですよね。うん、あいさちゃん、生活保護から抜けても生活保護レベルの生活が精一杯です。うん、ずっとね、音声動画聞いていて、本当にそう思いますね。うん、やっぱね、なんかこう、まあ何をすればいいのか分かりませんし、よく言われる自己責任論に、入っちゃ、これまたね、救われない話になっちゃうんですけども、どうすればいいのかな。まさにね、この回答がもし見つかるんだったら、私ね、放送で毎日毎日ね、ずっと伝えたいぐらいなんですけども、今のところ、れいわ新選組が、ですよね、公約を実現してくれるぐらいしかないのかなと思いますけども、れいわ新選組が政権取るのは、まだ10年ぐらい先でしょうね。まあ、自民党がね、れいわ新選組に合流するみたいなことが起こればまた別ですけど。ノクさん、岸田さんは、所得倍増計画なんて言ったけど、国民は貧しくなっている気がします。うん。所得倍増計画は一部の人は実現するでしょうね。でも、それは国の制度とは関係なくです。国の制度によって、所得半減政策に巻き込まれる人は多いと思いますけどね。まあでも私たちはね、いきなり状況は打開できないんで、まずは、人との触れ合いってところにまたポイントを戻していければなと思うんですよ。コンビニ弁当っていう風なのがたまにキーワードとして出るんですよね。それがコンビニ弁当は寂しさの代表格として出ているんではなかろうか、使われているんではなかろうかと思いますけども、こういう風にね、コンビニ弁当に冷たさを感じる人もいれば、その同じコンビニ弁当に人のぬくもりを感じることができる人もいるんですよ。コンビニ弁当は誰かが企画立案して、商品化して、誰かが生産者のところに行って、その商品を作って、工場でパートさんが深夜こうやってね、一生懸命思いを込めて詰めてね。で、それを配送する人がいて、陳列するコンビニの店員さんがいて、いらっしゃいませって言ってくださるコンビニの店員さんがいる。非常にたくさんの人の手がかかって、一つのコンビニ弁当っていうのができてるときに、そこに無限のあったかさがあるっていうふうに感じれる人もいるんですよ。でもね、コンビニ弁当なんかで、っていうセリフってのは、まさに自分からその温かさを放棄してるんじゃないかなと思うんですよ。で、弁当に限らず、廃墟になった商店街とか、廃校っていうね、学校が終わったところとか、あと廃屋、家が潰れたところ、あと廃村っていうのも今ありますけども、そこに無機質な寂しさを感じる人もいれば、まあ目を閉じてね、
そういったところが賑やかだった頃の関わった人の夢とか希望とかね、関わりを見ることのできる人もいるんですよ。で、たくさんの人に囲まれているからこそ感じる寂しさや孤独もあると思いますし、人との触れ合いを求めるなら、まずは触れ合いたい自分になる。ね、人から見て、あ、触れ合いたいな、あの人、みたいなね。そういうふうな自分を作っていくことも回答の一つなんではなかろうかと思うんですよね。あしたちゃん、お金は集まるのが好き。だから、ないところには集まらない。あ、お金は集まるのが好き。あ、なるほどね。まあ、そうですね。お金ってね、ある一定の金額が集まると、金利っていうので、雪だるま好きになっていくんですよね。まあ、スノーボールみたいな言い方もしますけども。そういえば、スノーボールっていう暗号通貨、皆さん知ってます？まあ、どういうものなのか、私からはちょっと発言を控えさせていただきますけどね。スノーボール、久保さんも参加してますよとか言って営業してた人がいますけども、私参加してませんから。ああいうおかしな暗号通貨には参加しませんよ。はい、次はね、年の差恋愛を求める中高年男性にちょっとメッセージを送っていこうかと思います。ロスジェネ世代の一つのテーマなんですけども、私と同じ年代の人が、いわゆる40代、50代ぐらいになってると思いますけども、やっぱりね、40代になっても50代になっても、20代の女性を求める男性は多いんですよ。まあ私もその一人だったんでね、偉そうにマウント発言をするわけではないんですけども、まあ私が意識していたことと現実を照らし合わせてお話しするんですけども、もし年の差恋愛を40代、50代でしたいと思うんだったら、その男性は少なくとも第一段階として、20代女性との関わりを日々たくさん持たないとできないと思うんですよ。ね。それをやっていますかってことからスタートなんですよね。それもせずに、なんか恋愛格差だとか言ってるのはちょっと違うかな。でもちろん関わりが増えれば増えるほど、うまくいく可能性は高まりますけども、でも自分と恋愛をしてくれる人がいるかどうかっていうのはまた別の世界なんですよ。というのが女性にもちゃんと選ぶ権利もあるし、明確な意識がありますんで、適当に、あ、男性だと思ってね、目をつけてるわけじゃないですからね。やっぱり自分をより幸せに高めてくれるような相手を選んでるのは男性から見ても女性から見ても同じだと思うんですよ。恋愛をしたり結婚することによって自分の格が落ちたりとか生活の質が落ちることを望む人は誰もいませんからね。だからつまりは女性に気に入られるような自分を作っているかどうかってところは非常に重要なんじゃないかなと思うんですよ。だからこれも同じなんですけども、社会がそうしてるわけでもなくて、時代がそうしてるわけでもなくて、自分を選んでくれない女性の責任でもないと。自分の第一歩がどこを向いてるのかからよく見つめ直していくといいんじゃないかなと思うんですよね。で、ここで私の体験なんですけど、私はだから35を過ぎてからね、やっぱりこう20代の女性とばっかりこう関わるようにしてたんですよ。で、そうなると、そう20代の女性の知り合いがまた20代女性なんで、まあ、そういった一定の年代との付き合いしか生まれなくなってくるんですよね。まあでも私の場合はそことは関係なく、たまたま私のお店にアルバイトに来てくれた今の彼女と奥さんとね、仲むずくましくなったってことなんで、私の場合は網を張っていたっていう言い方をしたらいやらしいんですけども、いろんな入り口を持っていたってことなのかなと思うんですよ。もちろんそれ恋愛のためにやってたかじゃないんですけどもね、結果的にそうなっちゃったんです。私はもう真面目な恋愛はもう諦めて、もう40ぐらいになった時に、あ、もう独身で行こうかなと。もう誰にも選ばれなかった。でもやるだけやったんだからいいじゃないかって気持ちでね、もう割り切ったところがあったんですよ。まあですんでキャバクラに通い出したんですけどね。で、キャバクラの女の子は確かにすごく自分のことを尊重してくれるんですけども、真面目に将来を考えてくれてるとはなかなか思えなかったですよね。ただね、やっぱりね、25歳になっても独身だったらくぼっちと結婚するっていう人は何人かいたんですよ。まあ嘘だと思いますけどもね。でもちょっと嬉しかったですね、そう言われるだけでも。はい、というところでね、私の体験はそこそこで置いといて、継続感についてお話して今日のお話のまとめにしていこうかと思います。ノクさんですね。お金でお金が増やせるようになる。うん、まあ今そんな状態なんじゃないですかね。だから生活資金でお金を増やそうと思うと生活にダメージがあるんですけども、生活資金の他に余剰資金があると、その余剰資金っていうのはやっぱりチャレンジできますからね。で、余剰資金がダメになっても生活は壊れないから、もう一回余剰資金が別のセクションでアクションが起こせるっていう、セクションでアクションって言ったら変な感じですけどもね、別のセクションでアクションが起こせますんで、挑戦が無限にいけるわけなんですよね。だからお金がある程度あると、余剰資金っていうふうに玉数が打てるんですよ。で、よくね、10万円でも投資ができますかっていう方がいますけども、できることはできますけども、1回の勝負で終わっちゃうんですよね。でも1000万持ってる人は、10万円勝負が100回できるんで、どっちが勝つ確率が高いかっていうのは、やっぱり1000万持ってる人は圧倒的に強いっていうことになると思うんですよ。
で、あやささん、集まったお金はお金がお金を生み出しますね。しかも税率 20% です。労働で頑張って1000万円稼いだら 40% 税金です。矛盾しか感じないです、うん。だからお金持ちを生み出しにくい仕組みになってるんでしょう。だから私はね、あえてね、新しい概念をここに持ってこようかと思います。それはですね、FX オリガルヒって考え方ですよ。私たちに与えられてる材料として、最大のチャンスを導いてくれる最小の労力で掴める道といえば、私は FX が一番だと思いますね。まあ、この3ヶ月、4ヶ月、めちゃくちゃそれをね、痛感しました。6年前私が FX をやっていなかったら、もしくはやっていたんだけどもマスターしなかったら、多分、この3、4ヶ月の資金増加はなかったんですよね。そう考えていくと、人生のどこかで FX を攻略するだけで、お金の問題って全くもうね、どうでもよくなってくるっていうかね、無限にお金がマーケットから引き出せるようになると、その何兆何十兆というふうな資金が流れているところに自分の銀行口座を持っているもんなんですよ。だからね、何兆という金額は必要ないですけども、例えば10万、20万がいるなと思ったら、その都度 FX やればいいっていう話になっちゃうんですよね。極端に言うとそういうことなんですけども、その極端なところに私も来てしまったということなんで、あ、こんだけ見える世界が変わるのかなと思っちゃうと、ね、FX をマスターした人っていうのは、こんな美味しい世界に、ずいぶん前からいたんだなと思っちゃいますよ。まあ、でもね、労働収益っていうのは、私も事業ずっとやってきましたけども、まあ、税金 55% に住民税 10% なんですよね。それから予定納税もありますから、1年間稼いだ金額の8割が使えなくなるってことなんですよ。まあ、矛盾しか感じないですよ、本当に。なんかね、その税金を払うために借金までしましたからね。何なのか分かんなくなりますよ、こんなことやってたら。だからね、くたびれちゃいますよね。でも、私も投資はチャンスだと思っていたんで、いずれ投資をしたいなと思って、まんまと今、投資の世界に来たということです。で、投資に入る世界のきっかけは、超労働のアフィリエイトですね。アフィリエイトで、むちゃくちゃ、それまでないぐらい労働はしましたけども、でもアフィリエイトが巨大な金額をもたらしてくれて、投資家への扉を開けてくれたっていうところがありますんで、投資の仕組みが、この日本にあってよかったなぁとは思います。で、以前はね、投資っていう世界が敵だったんですけども、今、投資が味方になってくれたって感じですか。まあ、要するに私よく思うんですけども、金利を払う側から金利をもらう側になった時に初めて見えてくるのかなと、お金が味方になったってことが。だから、いつもお金にありがとうみたいな感じですよね。金によって苦しめられて、金によって生命の危機にまで陥る人がいる中で、金によって救われて、金によってありがとうみたいな人生もね、同時にあるんですよね。あ、ノクさん、株 FX は 20% だけど、他はシビアよ、日本の税制。暗号通貨とかね。いっぱい持ってかれますもんね、ノクさんね。あやさちゃん、暗号資産は国が警戒してるから税率の高いのだと思います。その通りでございます、ね。だから暗号通貨でオリガルヒになるっていう可能性を潰してくるわけなんですよ。というのが、すでに利権を持った人、お金を持った人っていうのは、お金持ちが増えて自分の権限が分散することをやっぱり嫌がりますからね。おかえりさん、久保先生が新婚ほやほやの頃に奥様にお会いしたことがありますが、先生にベタ惚れでしたよ。ありがとうございます。まあ今でもね、昨日ね、また美容院に行ってきたんですよ。奥さんはね。いやー、ちょっとね、可愛くなってましたね、またね。あ、なんかその可愛くなったのも嬉しいんだけども、そうなりたいっていうふうにね、思ってくれることが嬉しいですよね。自分の旦那さんが喜ぶように自分をどん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 ね、アンチエイジングしていくっていうこととかね。それこそ、まあ、変な言い方になりますけども、私の奥さんになったら3食昼寝付きで、昼ドラ見ながらね、寝そべってせんべいかじることもできるわけですよ。すごい昭和感のある主婦のなんかね、固定概念みたいな見方をしてますけどもね。それでもいいんですよ。十分私もそれも進めてますしね。自由に暮らしなさいって好きなことをやんなさい。まあでもね、それが、一緒にこの家庭を作っていきたいっていうふうに思ってくれるのは嬉しいですよね。なんかね、昨日もハンバーグを作ってくれてね。大和君用にちっちゃいハンバーグと、私用にちょっと大きめのハンバーグと、いっぱい作って、一部は冷凍にして、一部は食卓に出てきたりとかね。私と知り合った頃、全然料理の卵焼きすら焼いたことなかったですからね。でも結婚生活を送る中で、主には家事は私がやってたんですよ、最初ずっと。でも今はだんだん私の家事を真似て、奥さんが家事をやるようになってくれて、
で、私がこうどんどんね、こう他のことができるようになってくることをなんかこう応援してくれてるっていうのは嬉しいですよね。だからこう家事ができないことを理由に1年目2年目とかで私がね、もうなんだよこんなこともできないのかよとか言ってたらもう終わってたと思いますけども、まあ結婚生活50年かけてゆっくりやんなさいとそういうふうなね、のんびり暮らしですかね、うちの場合は。だからそれもだからお金と時間の余裕がそれを許してくれるのかなと思いますけども、私が多分13、4時間ね、仕事に行ってたら多分まあそんなのんびりなことは許されなかったんじゃないかなと思いますよね。あいさちゃん、国民は生かさず殺さず、まあどっちかって言ったらね、なんかこう殺されてるような感じですよね。これが生きてると言えるのかと思います。生活保護なんていうのは特に顕著に私思うんですけども、これが最低限の文化的な暮らしかと思っちゃいますよね。そんな生活保護費10万とか15万とか。だから37万だって言ってるんですね。37万でも平均年収にいかないわけですから。何なんだよと思いますよ。で、生活保護の方が働かずに毎月毎月30万ぐらいもらってたらね、いっぱい使ってくれるから、働いてる人の商売もうまくいくと思うんですけどね。早く政治家になりたいな。ノクさん。理学学イコール銀行預金した。学の60数パーセント持ってかれたステーキング。年内全理学で FX も海外口座は雑誌で50オーバー。ほんとうんざりですよね。ノクさん、今はもう一つの収入を掘っています、うん。そうなってきますよね。だから民間が知恵を使ってそれを楽して貪るのが利権ってもんですよね。だから私たちは賢く生きてるんですけども、その賢さをどんどんね、搾取されて、ピンハネされてるというね、そんな役割でございます。これを現代の奴隷制度というんではないかろうかと思いますけどもね。あやさちゃん、資産納税を導入して、財閥系政治家を潰してほしいわ。うん。相続税 100% ってのいかがでしょうかね。うん。もう相続は完全に許しません、みたいな。まあ、相続、上限1億円とかね。だから、100億円の資産を持っていても、自分の親族には合計で1億円しか相続できなくて、あとは全部国庫に返納するみたいな。で、その返納額を持って、低所得者の方の毎月給付金にすれば、バランス取れますよね。だから、資産が一極集中するのはその人の才能だからしょうがないんですけども、才能がない人が相続するのが、本当世の不幸ですよ。ね、それは政治家生命にしてもそうですよ。能力のある人の単なる子供だったっていうだけでスタートラインが違うというね。で、レジ袋の無料化とか有料化とか言うわけでしょ。誰のことかもうね、分かっちゃいましたけどね、顔がいいのはしょうがないんですけどもまあね。はい、キミさん、金利をもらうのは一昔前の貯金みたいです。最近は貯金しても全く金利は期待できないですよね。はい、できませんよね。だから貯金がいい時代も確かにありましたけどね、最高の財敵は貯金という時代がありましたけども、時代は変わって今は別のお金の運用の仕方が儲かるという時代になったのかなと思います。ケムさん、神のようなご神様ですね。あ、さっきの話ですか。私の理想とするパパ像ですね。でもやっぱりね、年を取ってね、結婚しましたんで私もね、そのぐらいのアドバンテージは奥さんに持ってあげないといけないなと思いますね。これが同年代の結婚だったらね、ちょっと違ったと思うんですけど。ありがたい話ですよ、なんか。こんなね、40過ぎの私と未来ある若いお嬢さんが結婚してくださるっていうのはね、ありがたいことですよ。セカンドチャンネル、ノクさん。これが完成すると100万円、月ごとの不労所得になる。あ、そうですね。数年後からのすでに90万、月は完成してる。すごい。最後は不労所得に持っていくのが最高。まあ、そういう道もあるっていう時代なんですよね、ノクさんね。だから選択肢は常に私たちの目の前にあるんですよ。ノクさんだってね、よく言われますけども、派遣社員さんですからね、もともと。派遣社員という、言ってみれば、あんまり、いい立場じゃないところからも、ボーンとね、いけるわけですから、少なくともその選択肢に顔を向けて、第一歩を踏み出すことによって、可能性は近くなると思うんですよ。ですので、私基本的にね、ノクさんの話をしっかり聞いて、ノクさんの選択肢に、まあ、丸飲みしろってわけじゃないんですけども、ノクさんの選択肢に正解があるんだなっていうふうに気づくことが大事だと思うんですよね。実際にそうなってるわけですから。それこそね、どっかの企業コンサルタントの人が、なんか過去の栄光を誇ってるのとわけが違いますからね。私はノクさんのことは本当、
結果的に正解の阿弥陀を引いてきた人だと思うんですよ。で、その結果から私たちは逆算して自分の選択肢を見ることができるんで、ノクさんが可能性があると思ったことは、自分が選んだものよりも可能性が高いんじゃなかろうかっていうふうに考えていくといいんじゃないかなと思いますね。あとはノクさんね、連絡してみてください。はい、暗号通貨 55%、相続税 50%、おかしな税制。うん、ね、相続税 55% かな。ね、相続税も高いんですよね。はい、じゃあね、相続税とはちょっと言葉が似てるんですけども、継続感についてお話ししようかと思いますね。私の考える継続感っていうのは、その継続することにね、根性が必要な継続っていうのは、いずれ続かなくなると思うんですよ。その精神力で継続ってするもんじゃないと思うんですよ。継続っていうのはね、目指すもんではなくって、振り返ったらそうなっていたっていう結果論じゃないかと思うんですよ。例えば皆さんも食事の後とか前に歯磨きすると思うんですけども、歯磨きって継続しようと思って継続してないと思うんですよ。自然に数十年続いてると思うんですよ。だから継続の本質ってそこにあるんですよね。なんかずーっとやってましたみたいなね。別に意識してません。普通にやってますみたいなね。何も意識しません。旅行に行くときは歯磨き、歯ブラシ持って行ってますとかね。なんだったらその先にもありますみたいな。で、そういうふうに環境が整えられていること、もしくは自分で環境を整え続けていくことによって、大した労力なく続けられるのが、継続ってものじゃないかなと思います。まあ、私もこのライブ放送ね、もう何年という単位で、まあ、それこそ10年ぐらいこうやってライブ放送してますけども、振り返れば10年継続してると言えなくもないんですけども、これ10年やろうと思って頑張ったわけじゃ何でもないですからね。なんとなく、この、だからね、放送開始ボタンがあるんで押したみたいな感じです。あとは勝手にね、皆さんのコメントとともにテーマが流れていくって感じでございます。はい。じゃあ最後にですね、ちょっと厳しい言葉というか、あまりいい言葉ではないんですけども、お金目当ての労働は結局は奴隷だよっていうテーマについてお話して終わっていきます。一部にはこういうふうにお金目当てのために働く人ってがいないと、これね、世の中はバランスしないんですよ。だから、お金目当ての労働は奴隷だっていうふうに、バカにする言葉としてはちょっと私は違うと思うんですよね。やっぱりね、例えば下水処理場で働く人って絶対必要なんですよ。でも、給料が高いからこの仕事についてますっていうよりも、まあ別の義務感とかね、それから、まあ嫌なんだけどやってるって方もいるかもしれないですよ。だから全員が全員、自分の好きなことを仕事に生きていく、自分の好きなことで生きていくを実現できるわけではないんですけども、ただ、ずっとその望まない仕事をやる必要がないっていうのもまた事実だと思うんですよ。一時期は金のために働いた時期があったかもしれないけども、今はお金のためじゃなくって、むしろ、自分のやりたいことのためにお金を使い続けながら生きてますよみたいなね、そんな自分の人生のシーズンが変わるときってあると思うんですよ。で、40代50代になってきて、まだまだね、40代の方ではそういうチャンスに恵まれないことがあると思いますけども、50を過ぎるとそれまでの人生の蓄積が、人脈が、知識や経験がきっとですね、お金のために仕方なく働くっていう選択肢から、お金にならなくても楽しみでやらせてもらうっていうところになってきて、じゃあそんなことで飯食えんのかって話になりますけども、いや、自分が生きていく分にはもう十分、キャッシュフローができましたよっていうような形が取れるのも40代50代あたりで始まってくるんではなかろうかと思うんですよ。で、人生と年齢や時代に合わせて自分の役割も変えていける、まあそれを見てきたのが私たちロスジェネ世代なんじゃないかなと思います。ぜひね、今までのいろんな世の中の上がり下がり移り変わり、これをもう一回咀嚼してですね、じゃあこれから私たちロスジェネ世代は何をすれば自分の人生に有利、そして社会的にも有利になっていくのかなっていうふうなね、回答に結びつけられればなと思ってますよね。はい、あいさちゃん、FAX がっつり学んでいます。月5万円を安定的に得ることを目指します。ここ2ヶ月の利益は相場がこんな感じだったので、利益に含めず勝てるようになりたいです。はい。あ、でもね、あいさちゃん、ずっと継続してるからこそ、今回のような片道切符の相場にも付き合えるわけなんですよね。きっとこれからもね、同じようなことってね、いろんな場面で起きるんですよ。一方的なトレンドって結局ね、こういう時に起きるんですよね。だからそれには絶対乗っておきましょう。それに絶対乗るためには、このトレンドが起きてない時にも、ちゃんと FX という市場に毎日顔を出しているってことが大事なんだと思います。まあですんでね、まあ言ってみれば、たまたまラッキーの面ってのもありますんで、そういうふうにね、今回の価値は価値に含めずって考え方は非常にいいんですよ。私もそういうふうに思ってます。でも結局、その繰り返しでもって投資家っていうのは利益が出ますんで、
そうですね。FX のことについてまとめるなら、レンジ相場、トレンド相場、この2つのどっちかが見分けられると、かなり勝率は上がるんじゃないかなと思います。ちなみに今ね、レンジ相場になったんじゃないかなと思いますんで、1時間で見るとね、週が明けて、どのようにこのレンジがブレイクアウト、そして新しいトレンドを築いていくのか。まあ、さ、130円とか135円の方に向かうと私は思いますけども、まだ、ブレイクアウトのポイントにはなってませんからね。ちょっと週が明けて、どのように値動きが、どこでブレイクアウトするのか、また一緒に見ていければなと思ってます。あいさちゃん、3月から FX を始めたのには、本当にラッキーでした。あ、3月からね。いや、ラッキーでしたね、それはね。1月、2月も結構ラッキーだったんですよ。だから1月と2月ってね、まあ2月はちょっと弱かったんですけど、1月って2回お年玉週があったんですよ。だからそこではね、ものすごい、まあ、なんていうの ?30 万、40万みたいな、1日勝利が結構2回あったんで、で、他の、その1週間のうちの他の日もそこそこ勝ちやすい時だったんでね、私の相場解説もヒットしまくりだったんですよ。いや、良かったですよ。だからヒットするからこそ、無理しなくてもいいところでは、エントリーしなかったみたいなこともできるんで、まさに損失を防ぐことができました。だから大きな利益が得れなかったら、ポジションを取らないといけなくなってくるんでね。逆に。ポジポジ病に近づいていくんですよ。危ない危ないって感じです。だから、勝てるときにしっかり勝っとくと、どっちかなっていうときには、まあ見とくだけにしようかって選択が、本当に余裕を持ってできるんで、勝率はもっともっと上がるってことになるんでしょうね、きっと。はい、ノクさん。この間の下髭が取れるのが本物の上級者 X。私も読みませんでした。あれを取れた人はすごい。すごいですよね。でもまあ、あそこを取れるまでには私もなろうと思ってないんで、あそこを取れたらね、億万長者ですけども、うん、まさにオリガルヒですよ。FX オリガルヒなんですけども、まあでもね、月に20万前後でいいかなと私は思ってるんですよ。まあ、ロットにもよるんですけどね。うん、まあ、月に20万円ぐらい FX でもらえれば、うん、もうそこで進化成長をやめてもいいんではなかろうかと思いますね。はい、ノクさん。でも、トータルで勝てば勝ち。FX も人生も。はい、その通りでございます。あいさちゃん、レンジは眺めるだけにしようと思います。長州初心者なんで。はい。レンジは眺めるだけにしていきましょう。レンジ幅も、上下70ピップスぐらいやったら、そのレンジの内側で取っていくことができるんですけども、レンジの内側でね、ポジション取るのってのは、手数料が多分大きな足かせになって、勝ちにくいと思うんですよ。うん、だからレンジの幅がね、もう、100ピップスとか150ピップスみたいなことがあると、往復ビンタができるんですけどもね。まあでもレンジでは取んない方がいいですよ。やっぱり。常にブレイクアウト、トレンド。これでいいんじゃなかろうかと思います。フォーメーションの一番簡単なのっていうのはそれなんですよ。トレンドを捉えるだけでいいですからね。あとはね、ダブルトップを待つとかね。ヘッド&ショルダーを待つとか、ええのがありますけども。まあヘッド&ショルダーは滅多に出ないですから。高値圏でヘッド&ショルダー作んないといけないですからね。しかも今回ヘッド&ショルダーが、大きな下落じゃなくて、また新しい上昇に向かいましたからね。まあでも、ああやって冷静に解説できるだけでも、私はね、FX この6年間やってきてよかったなと思います。うん。だからね、私の目指す相場解説ってのは、何年もやらなくても、私と同じレベルになる人をいっぱい作りたいなっていうところですね。まあ、数ヶ月ってのはまあ、確かにないと思いますけども、基礎用語を覚えて、テクニカル、フォーメーションをちょっとね、少しでも理屈を覚えて、そっからね、そっから数ヶ月ってのは十分可能ですけども、ほとんどの方が基礎用語がない段階で FX の世界に入っちゃうんで、私の相場解説が十分受け止められないってことになっちゃいますから。だから基礎用語はもう完全マスターで来ていただければ、さすがに私の相場解説、半年も見れば、勝率は6割以上には必ずなりますね。はい、ということで FX の話で今日はまとめさせていただきました。FX オリガルヒ、早々に販売開始でございます。いってらっしゃい。あと、ロスタイムに入りましょうか。松潤さん、放送あるのかな、今日は。いや、動物園ね。あ、ちなみに J コスメ情報、今日も更新しましたからね。J コスメ情報ね。興味ある方は、今日の速稼塾の全体配信をご覧ください。
限定公開動画でございます。じゃあ、おやすみなさい。じゃない。おはようございます。いってらっしゃい。